皆さんこんにちは。こんにちは。はーい。あ、京子さんってうちの神さんじゃないですよ、これね。違いますよね。ちょっとビビりますね、本当にね。はい。はいはい。皆さんね、いや来てないと思います。はい。はい、ガーディアンズと作詞会議、アットズームということで、ね、これから皆さんと、作詞をしていくわけですが、僕らが担当するのは2番の B メロという一番地味なところを僕が担当する。実はですね、もう曲はカゲさんが作ったんですね。じゃあちょっとカゲさんのデモ演奏を聞いてください。はい、ありがとうございます。こんな感じです。なんかジャムのね、こういう熱い曲を聴いてたらなんとなく自然に出てくると思うんですけれども、我こそはと思う方はちょっとね、言って最初の1行目から言ってみましょうか。はい、はい、はい、どうぞ。ゆりです。ゆりさん、ゆりさん、はい、コロナで今こういう状況なんで、はい、会えないっていうのを負けないぞっていう意味で、はい、うん、今はその手つなげなくてもとか、今はその手つなげなくても、はいはい、あ、いいですね。ちょっとね、今はその手つなげなくてもなんて言うので、そうまで綺麗ね、つなげ、あ、つかめずとも、つかめずだったらつなげ、つなげずとも、はいはい、今はその手つかめずとも、いいですね。もうなんか昭和の匂いがしますね。他にありますか？例えばなんか手から離れちゃうんですけど、いいですよ。今は遠く離れててもとかもいいんじゃないかな。今は遠く離れてても綺麗ですね。ね、これだと、うん、いろんな意味で取れますね。一応今は遠く離れててもに仮でしときましょうか。次はね。だだだだだだ、どうでしょう。あ、一つ思いついたんですけど、いいですか。キョンさん、うん、はい、ちょっとジャムプロジェクトの楽曲のタイトルをさりげなく入れてみたいなっていうちょっと欲望があって、あの翼広げてで翼を入れてみたくて、今は遠く離れても翼広げて、さあ次に行く感じしますね。ちょっととりあえず一回これでいってみようか。さあ、こっからね、逆に難しくなります。翼広げて何するの。はい、金次さん、どうぞ。君の元へ届けるんだとかどうですか。いいじゃん、なるほどね。届けるんだ。なるほど。翼広げて君の元へ届けるんだ。あ、まあ、まとまってるか。さあ、もうあと、ここの、さあ、ここです。なんか、ダダン、ダダダダダン。まあ、よく聞いたことありますね、このメロディーも、くわりもね。さあ、どうでしょう。はい、どうぞ。アニマスピリティア。はい。さあ、この歌を。この歌を、はい。さあは、やっぱり来ますよね。さあ、この歌を。じゃあ、その次、さあ、この歌は何なんですか。届けるんだから来たんで。うん、この歌を。ああ、そうか、そうか、そうか、届けるんだ。で、どっちかっていうと、ここで切れてた方がいいと思うんですよ。こっちにかかってた方が絶対かっこいいと思います。あ、はい、はいはい、舞い上がるはどうですか。さあ、舞い上がる、あ、舞い上がる、舞い上がる、なんか飛ぶの意味で飛ぶって言葉をかぶらなくていいかなと思ったんですね。なんだっけ、飛び上がれ、伸び上がれ、舞い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 上がれ、伸び上がれってなんだよみたいな。はい、じゃあ次です。ダダダダダダンベンベンベン、はい、これです。はい、どうぞどうぞ。フクロウさん、はい、生命と書いて命に刻むメロディー、うん、はいはいはい、そうですね。もうちょっとね、パンチ効いた方がいいですね。この後に叫ぶわけので、負けないぞ感的な。はい、フクロウさん、どうぞ。我らの名を叫べとか。お、すごい新しい。でもそういう感じですね。そのくらいまで行っちゃってるのは福山は期待するかなみたいな感じがあります。あ、はいはい、アニマスピリチャさんかな。はい、どうぞ、はい、魂燃やし叫べ、それですね、大体ね。、
魂燃やし叫べいいですね。音的に言ったら魂燃やし叫べだと魂燃やしでも燃やしっぽいな魂かけてとかダメですか。魂かけて、魂かけてね、どんどん出てくるね。翼広げて君の元へ届けるんだ。さあ舞い上がれ魂かけて叫べ。あ、いいかも。 あの魂焦がすとかどうですか。焦がして、魂焦がし叫べ、魂焦がし叫べ。いやもうどっちかな、燃やしかけて焦がしかけてにしよう。もしかしたら焦がすかもしれないけど、まあとりあえず今これで一応形になりました。なんかここだけは許せないとかありますか。OK が出た。OK 一つ。丸が一つ。丸が出た。丸出てる。皆さん、OK だったら、丸 OK にしてみよう。全員 OK ということで、はい、決定しました。ありがとうございます。じゃあ、今にしろもう一回、この俺に歌ってみたいと思います。やってみましょう。あ、書く方がいいのかな、ここに。ね、魂が書けない。鬼書いて、塊です。やっぱり塊って書いた。これね。違う。これだけでいいんだっけ。ああ、それだ。今は遠く離れてても翼広げて君の元へ届けるんだ。さあ舞い上がれ魂かけて叫べ。ありがとうございます。とりあえずできた。すごいみんな。ということで爆笑戦隊、ジャムレンジャー飛べスキルより高くの 2B が決定いたしました。ありがとうございました。ジャムヨシキでした。ありがとうございました。ありがとうございました。